ブラックスワンは、ダーレン・アロノフスキー監督による2010年のアメリカのサイコスリラー映画である。日本では R15 指定作品として公開された。バレエ、白鳥の湖の主演に抜擢され、潔白な白鳥と感動的な黒鳥の二つを演じることになったバレリーナがプレッシャーにより、徐々に精神が崩壊していく様を描いたサスペンス映画である。 主演のバレリーナをナタリー・ポートマン、その振付師をバン・サン・カッセル、ライバルのバレリーナをミラク・ニスが演じる。撮影は基本的に 16mm フィルムを使用。地下鉄のシークエンスではキャノンの EOS-1D Mark IV と EOS-7D が使われた。非表面、工業面ともに成功を収め、第83回アカデミー賞では、 作品賞を含む5部門で候補に上がった。主演のナタリー・ポートマンは約1 0ラムの減量で体作りをした。また、幼少期の経験を生かし、1年にわたる過酷なバレエの特訓を行い、アカデミー主演女優賞をはじめとする多くの賞を受賞した。しかし、ポートマンのダンスシーンは後にボディダブル絡みの論争を巻き起こすこととなった。 ナタリーが演じるニナの練習着のデザインは、ドイツ在住の日本人、ダンサー兼デザイナーの竹島由美子が担当した。ナタリーは2010年12月に、本作で共演した、ダンサー、振付師のバンジャマン・ミルピエと結婚する予定である、ことを発表。また、すでに妊娠していることを明らかにした。娘盛りのニナは、ニューヨークのある一流バレエ団に所属し、 バレリーナとして、人生の全てをバレエに捧げる日々を送っている。一緒に住む、母親エリカは、元バレリーナで、今では絵画を描く日々を送っているが、自分が果たせなかったバレリーナとしての夢をニナに託す、ステージママとなっており、彼女に対して過剰なほどの愛情を注いでいる。ニナの所属するバレエ団は次の公演、白鳥の湖の上演準備に入り、 バレエ団のフランス人の演出家トマはこの演目のプリマを選ぼうとしていた。白鳥の湖の主役、白鳥の女王は、純真で無垢な白鳥と、官能的で邪悪な黒鳥の2役を一人で踊るため、相反する事柄を一人で表現する実力が必要である。トマは年を取ったプリマバレリーナのベスを白鳥の女王役には用いず、新人のリリーやベロニカ、そして、 ニナを候補者に挙げ、ニナにプリマとなる機会が巡ってくる。しかし、ニナの気真面目で貴重面な気象は、白鳥役には向いていたが、黒鳥を表現しきれず、トマはベロニカを主役に選ぼうとする。ニナは最高を懇願しに、トマのところへ行くと、トマに突然キスをされ、ニナは思わず彼の唇を噛んでしまう。ニナに意外な面があることに気づいたトマは考えを翻し、 ニナを主役に抜擢する。バレエ団は次の公演のために宴会を開き、トマはバレエ団のプリマバレリーナだったベスの引退を発表し、さらにその場でニナを新しいスターとして招待客に紹介した。ニナは花々しいデビューを飾るが、ロビーでトマを待っていたところにベスが現れ、トマを性的に誘惑してプリマバレリーナの座を得たのだろうとなじられ、驚愕を受ける。 その後、トマのアパートに招待された彼女は、黒鳥を演じるために、性的な喜びを追求することが必要だと忠告を受ける。次の日から過酷な練習が始まるが、ニナは、性的に魅了するような情熱に欠けているとトマに、責められ、やがて精神的に疲れ幻覚や妄想に、悩まされるようになり、代役として控えているリリーが、自分がせっかく射止めた主役の座を奪おうと、 しているようにも思えてならなくなってくる。ある夜、ニナは母親と異世界を起こし、リリーに誘われ、クラブへと飲みに出かける。酔った勢いでニナは麻薬を使い、男性と性行為に興じる。その後、ニナとリリーはニナのアパートに帰ったが、また母親と言い争いになってしまう。ニナはリリーと二人だけで自分の部屋に閉じこもり、 リリーと性行為にふけり、やがて寝込んでしまう。翌朝ニナが目を覚ますと彼女は一人で一緒にいるはずのリリーはどこにもいなかった。練習場に駆けつけてみると、その練習はリリーが白鳥の女王役を踊る形で始まっていた。ニナはリリーに対してなぜ起こしてくれなかったのかと怒りをぶちまけるが、リリーは昨晩はクラブで出会った男性と一夜を過ごしたという。 アパートでの二人の出来事は、ニナの妄想であった。ニナの幻覚や妄想は日増しにひどくなり、白鳥の湖の開園を翌日に控えた前夜、トマト、舞台裏で性行為をしているリリーが、徐々にニナ自身に変身していくという幻覚症状に襲われる。帰宅後も母親が描いた数多くの絵が、自分のことをあざけ笑っているよう見えてしまう。さらに、自分の体までも、 課長のように化かすと、ついにニナは気を失って気絶してしまう。いよいよ公演が始まる日の夕方ニナが目覚めると、体調を崩し舞台に出られないと劇場に連絡した、と母に告げられる。ニナは母を乱暴に振り切り、劇場へ向かう。劇場ではリリーが白鳥の女王を踊る準備を進めていた。ニナは、そんな経緯を無視し、大役は不要ととマに告げると、 白鳥として踊る準備を整えた。第一幕は順調に滑り出したかに見えたが、やがてニナは幻覚を見始め、姉妹には王子役のバレエダンサーがニナを受け損ない落としてしまう。すっかり憔悴して楽屋に戻ると、そこには黒鳥の化粧をしているリリーの姿があった。そして眼前で、リリーがニナ自身の姿へと変容する幻覚を見ながら、彼女ともみ合いになり、 割れた鏡の破片でリリーを視察してしまう。ニナはリリーの死体を隠し、第三幕を踊るため、黒鳥として舞台に登場した。ニナはまるで身も心も黒鳥となったかのように、情熱的にそして感動的に踊り、観客は総立ちで拍手をして、ニナを褒めたたえた。舞台を降りると、ニナはトマと抱き合い口づけを交わす。しかしニナが楽屋で待機していると、 そこに、ニナの踊りに感動したリリーが激励の言葉をかけに、現れた。この時、ニナは、リリーと争ったことは、現実ではなく、幻覚だったこと、鏡の破片で刺したのもリリーではなく、自分自身だったということに気づく。第四幕舞台が始まり、ニナは結末を完璧に踊りこなした。最後の白鳥が、崖から飛び降りて、自らの命を絶つ場面を演じながら、ニナは、 観客の中に母がいて感動してすすり泣いていることに気づいた。観客はまた争奪ちになり、劇場全体には連ばかりの拍手が響き渡った。観客席が感動に包まれ、リリーはニナを褒めたたえ、トマはニナを抱擁した。しかし、その直後、ニナはその場に崩れ落ちる。完璧なバレエを舞い切ったニナは、高骨とした表情で宙を見上げるが、その視界は徐々に知らんでいくのだった。 カッコ内は日本語吹き替えアロノフスキー監督は多数の白鳥の湖関連作品を鑑賞し、そして白鳥と黒鳥の二重性を脚本に関連づけた。アロノフスキーはデスラーとブラックスワンはもともと一つの企画であったことから、これらを姉妹編と呼んでいる。彼は結局一つの映画にするにはあまりに多いため、レスリングとバレエの世界を切り離した。 彼は日本の映画を比較し、あるものはレスリングは最低の芸術と言い,い、またあるものはバレエを最高の芸術と呼ぶ。しかし、私にとって驚くべきことは、これらの世界両方のパフォーマーがいかに似通っているかである。どちらでもパフォーマー自身の体を信じられないほどを使って何かを表現していると語った。ブラックスワンのサイコスリラーの要素について、 女優のナタリー・ポートマンは、ロマン・ポランスキーの1969年の映画、ローズマリーの赤ちゃんと比較したが、アロノフスキーは、ポランスキーの反発とテナント、恐怖を借りた男が、最終的に映画に大きな影響があると語った。また、俳優のヴァン・サン・カッセルは、ポランスキーの初期作品、さらに、デビット・クローネンバーグの初期作品と、ブラックスワンを比較した。 2010年、アロノフスキーは1998年のアニメ映画、パーフェクトブルーとブラックスワンの類似性を指摘されたが、影響はないと述べている。アロノフスキーは以前、レクイエム・フォー・ドリームで、バスタブのシーンを再創造するために、パーフェクトブルーのリメイク券を購入し、また2001年に、同映画の監督であるイマビンと対談を行っていた。また今、 サトシシモに発売された書籍コンサトシアニメ全仕ごとに哀悼のコメントを寄せている。撮影が行われたニューヨーク州立大学パーチェス校の演技芸術センター脚本がまだ執筆されていない2000年頃、アロノフスキーとポートマンは初めてバレエ映画について議論をした。アロノフスキーは競合するバレエダンサーとのラブシーンに関してポートマンに話し、そして 彼女は、私は、この映画がとても多くの方法で自分ともう一人の自分への芸術家のエゴとなるシズム的なかなりの魅力を探求していて、それが非常に面白いと思ったと振り返っている。アロノフスキーが、ブラックスワンの詳細なアウトラインをユニバーサルピクチャーズに提案した2007年1月、スタジオはプロジェクトを企画第一段階へと進めた。プロジェクトは、 同スタジオではまとまらず、そしてアロノフスキーは代わりにレスラーを取った。2008年にレスラーを取り終えた後、彼はマーク・ヘイマンにブラックスワンを執筆するように依頼した。2009年6月までにユニバーサルはプロジェクトをターンアラウンドに置くが、ボードマンが主演することは決まっていたため、他のスタジオと専門部門から注目を浴びた。ブラックスワンは プロトゾアピクチャーズとオーバーナイトプロダクションズの融資提供の下で企画が進められた。2009年7月、キュニスの出演が決まった。ホックスサーチライトピクチャーズは、ブラックスワンが配給し、1000万から1200万ドルの制作予算を与える。主要撮影は、スーパー 16mm カメラを使って行われ、ニューヨーク市で2009年の終わりに向けて始まった。 撮影の一部は、ニューヨーク州立大学パーチェス校の演技芸術センターで行われた。アロノフスキーは、デスラーと同じくミュートパレットとアラ粒子を用いて、ブラックスワンを撮影した。エイミー・ウェストコットは、衣装デザイナーとしてクレジットされ、いくつもの賞でノミネートを受けたが、ポードマンや他のダンサーの40ものバレー衣装をデザインした人物に関して論争が生じた。 イギリスのインデペンデント紙の記事によると、これらの衣装は実際にはロダルテのケイトミュラビーとローラミュラビーの姉妹がデザインしたのだという。ウェストコットはその記事に反論し、ブラック、ホワイトスワンの衣装は全部で7つであり、ロダルテとウェストコットとアロノフスキーとの3社で共同で作成したことを明らかにした。また、バレエ団の衣装はザック・ブラウンがデザインし、 ウェストコットと彼女の衣装デザイン部が少し手を加えた。ウェストコットはこの論争は映画がどれくらいよくできているか分かった後になってクレジットに関して文句を言い、自らのリソースを使って宣伝してくる二人に対する賞賛の言葉であると述べた。ABT のダンサーのサラレーンは本作でポートマンのダンスダブルを務めている。 ダンスマガジン編集長のウェンディペロンで3月3日付のブログエントリーにてあなたはバレリーナになるにはほんの1年で済むと本当に信じていますか私たちはナタリー・ポートマンが子供の頃にバレエを習いフィルムのために1年間の集中教育を受けていたのを知っていますがそれだけではバレリーナにはなれません。しかしながら多くの人々がポートマンが自分自身で ブラックスワンで踊ったと信じているように思えます。と述べた。ダンスシーンの大部分が吹き替えであるとする彼女や後のサラレインの発言に対し、バンジャマン・ミルピエとアロノフスキーらは、難しい場面以外は自分で踊っているとして、ポートマンを擁護する形で反論した。ブラックスワンオリジナルサウンドトラックのタイトルで発売。イギリスの作曲家であるクリント・マンセルが手掛けた。 アロノフスキーとマンセルは今回で5回目のコラボレーションである。マンセルはチャイコフスキーのバレエ音楽に基づいて映画音楽を作曲したが音楽を根本的に変更するのを試みた。チャイコフスキーの音楽を用いているため第83回アカデミー賞作曲賞ではノミネート資格がなしとされた。また映画ではケミカルブラザーズによる音楽がいくつか使われたが本。 サウンドトラックには入らなかった。トラックリスト。2010年のトロント国際映画祭のプレミアでのポートマンワールドプレミアは第67回ベネツィア国際映画祭のオープニング上映で行われた。映画祭のアーティスティックディレクターであるマルコ・ミューラーはラストターゲットではなくブラックスワンをオープニング作品に選んだことに関してそれはちょうどいいフィット感でした。クルーニーは 素晴らしい俳優であり、彼はいつもベネツィアで歓迎される。しかし、これはそれと同様に単純なことでした。と語った。アロノフスキーの作品がベネツィア国際映画祭で上映されるのは、ファウンテン永遠に続く愛、レスラーに続いて3本連続である。この他に、テルライド映画祭、トロント国際映画祭、ニューオーリンズ映画祭、オースティン映画祭、 ロンドン映画祭などで上映された。イギリスのブラックスワンの公開日は2011年2月11日から1月21日まで早められた。インデペンデント紙によると本作は2010年後半で最も期待された作品の一つであると考えられていた。そして、同志新聞は1948年の赤い靴と比較した。 日本では2011年5月11日に20世紀フォックスの配給で公開された。当初は東方シネマズシャンテでの小規模公開を予定していたが、ナタリー・ポートマンのアカデミー賞受賞を受けて東方シネマズ日撃に変更して全国拡大公開した。2011年3月29日にリージョン1とリージョン A の DVD とブルーレイディスクが発売された。 リージョン2とリージョン B は同年5月16日に発売された。日本では DVD とブルーレイディスクのセットが同年9月7日に発売された。2010年12月3日にアメリカとカナダの一般劇場18館で限定公開された。公開日には全館で415,822ドル1館あたり平均23,101ドルを売り上げた。 公開初週末には、全館で144万3809ドル、1巻あたり、平均8万212ドルを売り上げた。この1巻あたりの平均興行収入は、2010年公開作品では、英国王のスピーチに次いで2番目くらいに高い記録で、ホックスサーチライト作品としては最高で、歴代全作品でも21位である。週目の週末にはまで拡大され、 約330万ドルを売り上げて、工業収入ランキングで6位となった。3週目の週末には、さらに959巻までに拡大され、838万3479ドルを売り上げた。2011年5月現在、工業収入は北アメリカで累計1億ドル以上、世界中で3億ドル以上に達している。 日本で2011年9月14日に発売された DVD とブルーレイが発売初週に DVD が9000枚、BD が1万3000枚売り上げ、オリコン週間ランキングで DVD&BD どもに総合主位となった。ブフィー、ロンドン映画祭でブラックスワンについて議論するキャストとスタッフ本作は、批評家からはおおむね好反応を得た。 ロッテントマトズでは255名の批評家のうち88%が好意的な評価を下し、平均点は10点満点で8.2点となった。メタクレッティックでは42名の批評家レビューに基づいて平均点は79点を獲得した。2010年9月、エンターテインメントウィークリーはベネツア国際映画祭でのスクリーニングに基づき、 ブラックスワンは今年最も愛されるかまたは最も嫌われる映画の一つと報じた。またロイターはポートマンの演技が高く賞賛されたこともあり、映画への初期評価がとても好意的であると記述した。シドニーモーニングヘラルドはこの映画は批評家を二分した。いくらかは芝居の腹立たしく感じていたが、ほとんどはそれを一掃したと報じた。ブラックスワンは 第67回ベネツィア国際映画祭で上映された。アロノフスキーの作品が同映画祭で上映されるのは本作で3回連続となる。コンペティション部門で争い、ミラクニスがマルチェロマストロヤンに賞を受賞した。ディーゾン氏のカートローダーは映画が素晴らしく気味が悪いと言い、完全に満足させない。しかし、 それは監督の普通の創造的な正気で煎じられ、素晴らしく暗くてキラリと光る外観があると記した。スクリーンデイリーのマイク・グッドリッチは、不安と爽快が交互にあるといい、愛と喝采の日々とポランスキーの反発とローズマリーの赤ちゃんのハイブリッドであると記述した。グッドリッチは、ポートマンをはじめ、脇役のカッセル、クニス、ハーシーの演技を称賛し、特に、 絶望的、そして、嫉妬している、母親の役割であるハーシーを、ルース・ゴードンと比較した。第67回ベネツィア国際映画祭では、ミラク・ニスが、マルチェロ・マストロヤンニ賞を受賞した。ゴールデング・ローブ賞では、作品賞、主演女優賞、助演女優賞、監督賞に、ノミネートされている。その他にも多数の映画賞を受賞及びノミネート、されている。 アカデミー賞ではナタリー・ポートマンが主演女優賞を受賞した。ありがとうございます。